全身に体毛が生える役で出演しております <laughs> ででん明らかに中の人がいる <laughs> <laughs> はい、初、えー、めましての方がもうたくさんいらっしゃると思います初、えー、めまして、もしくはこんにちは、えー、こんにちは、えー、光月ゆリアと申します、えー、初めてのトークイベントを緊張していますがよろしくお願いいたしますありがとうございます では続きまして、人間界を地獄にするためにやってきた地獄からの使者、その任務がうまくいかず、鬼神家で居候することになり、感情が高ぶると、全身に体毛が生え、獣のようになる地獄さん役を演じられました、諏訪部純一さんよろししくお願いします、えー、全身に体毛が生える役で出演しております、<laughs> 諏訪部純一と申ししますよろしくお願いします。 よろしくお願いしますありがとうございますちみもたちがいつもと何か違うどう違うちみもたちがいつもと何か違うどう違うんでしょうか<ー>ねえ、なかなかすごいですねこのような短時間でしかも二人しかいない中で次々と芸人さんかのようにね <laughs> 書いていらっしゃってお二人ともはい、はいはい、では澤部さんお願いしますちみ、はい、もたちがいつもと何か違うどう違う 切れが悪い。切れが悪い。切れが悪い。<laughs> あの切れのいい <laughs> チミモ。何の切れかわかんないですよね。<laughs> は, <い S 1> はい。はい、いいですか、川崎、はい、さん。はい。チミモたちがいつもと何か違う。どう違う？チミモの角が。 とんがりコーになってる <laughs> <laughs> かわいいかわいい絵をありがとうございます癒されますねありがとうございます絵がね上手じゃないんですよ私ええ可愛いですよねすごい癒されますめちゃくちゃありいます、はい、では澤部さんいきましょうちみもたちがいつもと何か違うどう違うででん明らかに中の人がいるあ<ー> <laughs> あ、怖い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 ですね これはちょっと怖すぎますあ、ンタの皆様どうでしょうかありがとうございまーすちみもたちいつもと何か違うどう違うでしょうかもうちょっといけますかねは光月さんいけますもう無理次のですねお題もはいはいはいさあめさんはい行きましょうかちみもたちがいつもと何か違うどう違うデン生臭い いやですね、ちみもたち、くさかたり、いやですよね、あの可愛いちみもが。いや違う、ち。はい。違うね。さあ、ちみもたち、いつもと何か違う、あの可愛らしいちみもたちが、どうなってしまうのでしょうか。地獄さんと。なかなかの地獄ですよね。皆さんのね、自然がね。はい、じゃあな、はい、これいけるかな。<laughs> はい、いいですか。はい、はい、じゃ、行きましょう。ちみもたちが、いつもと何か違う、どう違う?。触ったらわかる。 チミモがカチコチになっている。<laughs> カチ,カチ,チミモがカチコチになっている。<laughs> ねあのぷりゃんとしたところがね可愛いのにそれがそあの飛ぶたびにゴン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 音が鳴る <laughs> チミモになっている。それは何があったんでしょうか。本当気になります。まあ、そういう感じだとすると、はい、はい。あじゃあスワベさんお願いします。はい、チミモたちがいつもと何か違うどう違う？触るとベトつく。いや。 いやー、嫌 <laughs> だー。ちびもがあの可愛いちびもが。すごいこう、なん,ね、なんかスケッチブックを無駄に消費してるの。る <laughs> すごいんですよ。<laughs> なかなかないですよね、<ー>本当に。